はい、えー、皆さんこんばんはんばんは,はい、えー、今日はですね、えー、テーマが担当合格を可能にする秋から狙う、えー、担当論文合格への最短合格メソッドということでね、えー、こちらにも書いておりますがあ、まあ、早い話が入門講座、えー、秋きという感じでね、えー、始めてまいりますそれに先立つガイダンスですははい今日はね あの皆さん、あの実は普段の日ということでね、お忙しい中、来ていただきました、はい。ありがとうございます、えー、ご紹介いただきましたようにです、ね、えーまあ、宮口クラスね、あの春からも始まってるんですが、あの秋から始めてもです、ね、あの十分に間に合うカリキュラム、本試験に、ね、あの間に合う形で、えー、スケジュールが組まれておりますからね、あの安心して。 あの申し込んでいただきたいと思うんですがあのまず私がねどのように事業を進めていくかということをねねあのー、このこ、ね、レジュメを使って、えー、説明していこうかなと思います、えー、それではですねこれちょっと見ていただきますか、えー、この合格を可能にする秋葉らのってやつねでそれのねえー、っと2ページはい、えー、こんな感じでやっていきます。ほらもうね 法目的といえば、あどの法域にもございます。一条。どの法律にもあるんですよ。これは別に便利試験に限らず。ね。でもね、残念ながら、残念ながらっていうか皆さんにとっては嬉しいかもしれませんが、担当試験には狙われませんと。ね。ただね、絶対狙われないかというと、そういうこともなくて、例えば穴埋め問題とかね、そういう形で、あの、青本というね、あの、工業集憲法築上解説というね、 基本書があるんですが、まあ、そういったものの中から穴埋め問題が出る可能性はありますが基本的には出られない、ね、で否定的なところはこうやって私、ね、蛍光ペンの青で塗りますから、ね、あなんかびっくりしたような顔しますけどね私の蛍光ペンはただの蛍光ペンじゃないと、ね、これ全部キャップを取るとですねほら <laughs> ねこれ、なかなか面白いでしょ別に、ね、真似しなくてもいいですからね、はい、で次に。 えー、特許法の2条いきますとですね、皆さんもちろん今日はね、法文集はなくて結構です、えー、2条には発明の定義が書かれてるんですよ、ね、発明とは、はい、じゃあこちらの方、どうぞ、内閣総理大臣、どうぞ、発明とは、支援法則を利用した有的のであっ、てののものおすごいですね、すごい。 これはもう素晴らしいですね。自然放送を利用者、技術的層の創作の地、子供の,ものを言う、ね。こういうね、あの基本的な概念の定義が載ってる条文なんです。二条一項にね。で、その三項にですね、ちょっと私が今から蛍光ペンで塗りますからね、えー、実施とは何ぞやっていうのがあって、そのもの、生産、市場、輸入も、ね、ちょっと意味はわかりませんけどね。 あの、これね、実はね、暗記しないとちょっとまずいんですよ。そのもの生産、市場、輸入も、ね、真面目に言うと、そのものの生産、仕様、譲渡と輸出、輸入、譲渡等の申し出。これが何かというとね、特許権が存在する中、権限なき第三者が無断でその特許集めをね、そのものの特許集め、例えばこの蛍光ペンでもいいですわ。ね、これどっか特許取ってると思います、文房具メーカーがね。で、俺が、 あの無断でこれ製造販売したとするよそしたらほら生産に当たりますそれからね譲渡に当たります譲渡っていうのは販売に、えー、代表される行為ですねはいということで無断でやると侵害になるぞとはいしかしですね皆さん特許にはものの発明のほか方法の発明もあるんですよそうするとちょっとオレンジで塗りますけどねその方法を使用する行為ね例えばどういうものがいいかな 皆さん理系の人もいれば文系の人もいるから簡単な発明でいこうか。そうだね、小学校でもやるような理科の実験で、あの、アルカリ性か酸性を確かめる方法。ね。リトマス試験紙っていうのがありますよね。だから、酸性かアルカリ性かを調べる方法っていう発明があればですね、それは十分発明なんですよ。ね。だから、 えー、そういう方法の発明の場合にはその方法を使用する方法ね、えー。フェノールフタレインっていうのもありますけどね。はい。で、次に黄色で塗りますけどね。物の生産方法の発明っていうのがあるんです。で、これはですね、二号に掲げるもののほか二号というのはこのね、えー、方法。つまり方法の使用のほかっていう意味ですね。で、その方法によって生産したものの使用、譲渡等、 輸出、輸入、申し出。で、これ、ゴラーセチックに行きます。二語、二語、ほか生物、市場、輸入網。で、この、この部分っていうのはですね、共通してると思いませんかほら、えー、っとね、市場、輸入網。ここでも市場、輸入網って出てきましたよね。はい、こういうふうに合理化していくと、えー、結構ね、物覚えもね、楽になるということなんですよ。だからね、もう、私の攻撃というのはね、 えー、少し分かったかなと思いますけどアカデミックとは言えませんがあの受験のためにはかなり工夫がなされております、ねえー、覚えるためにどうすればいいかこの、ね、色使いも1つ工夫してるんですよねこれ全部色同じ色で塗られた暁にはですねあまりわからないと思いますよ、ね、1号、2号、3号ごとに色を変えると、ね、で次に3条で、ね、どういうことが出てくるかというとね はい皆さん、もちろん初めてだと思いますが翌日、帰産主義というのがあるんですよ、ねで、別の名前を初日不参入の原則というんです、ね、初日不参入、例えば、ね、皆さんな、何か分か,る分かりやすいことないから、えー、っとそれでは、ね、あの分かりやすいやついきますわ、ねえー、今日の日付、ちょっと書いてみます。今日は、ね えー、2015年のお7月28日ですかね、はいじゃあ皆さんね、あのー、今日特許出願をしたとしましょう、き、ねえー、今日特許出願をしたとします、出って書いておくね、えー、ところが、ねえー、例えばあ、そうですね、じゃあ審査請求いきましょうか。ね、あの皆さんね審査請求って 知ってますかって言っても知らない方が当たり前だと思います。ね、これからこれからやろうとしてるんだよね。あの実は特許出願というのはねただ単に出願しただけでは特許にならないんですよ。ね、まず出願してなんと3年以内に審査請求というのをしないといけないんですよ。はい、でこうやってねビジュアル的にいきますからねはいじゃあこっからですね3年以内に審査請求というのをしないといけないんですよ。ちょっと書いておくからね。 あのー、特許庁の審査官に対して審査してくださいという請求です、ね、これは、ね、比較的簡単だからはいじゃあ、えー、っと当てずっぽでもいいからこちらの方行ってみよう、はい、何年何月何日が最終期限でしょうか 3>, 3年後おはい29。ね えー、2018年7月29日という意見が出ました。ね。<laughs> 正解かどうかわからないから、ちょっと書かないよ。<laughs> 29という意見が出ましたね。こちらの方はどうでしょう同じ。同じ29。ああ、そうですか。ね。それはあれかな翌日帰算主義だからなるほどね。じゃあ内閣総理大臣。28!28 <日> 28! 28という意見も出ました。こちらの方はどうですか 28のような気がしますかはい。じゃあ正解を言います。28日なんですよ。ええー。これはね、もう単純に3を足すだけでいいんです。この、いいですかえー、っとね、3を加えると。ね。足し算ですね。そうすると2018。で、日にちは変わりません。ね。はい。じゃあね、同じように、ね。あの、わかったでしょそんな難しいんじゃないんですよ。 ね、いいですか、そしたら皆さんね、存続期間というのがございます、ね、特許権の存続期間、じゃあね、えー、っとじゃああせっかくこれ書いてあるからこれを生かしましょう、はい、じゃあね、存続期間、はい、じゃあもう大体分かったと思います、特許権の存続期間って何年でしたっけ、もし知ってたら教えてください、こちらの方、およくご存知ですね、そうです。 20年なんですよ。ね。だから、今日出願したと。じゃあ、いつまで続くんでしょうか真ん中の人。はい。2035年,20年の。そうです。もうほら、応用がついたね。はい。2020を足せばいいわけですから、35年の7月28日まで続きますよ。ということなんですよ。 ねほら、こういうふうにビジュアル的にやっていけば、しかもね、その簡単なところから説明すれば、皆さんね、わかるんですよ、これ。ねどうですか手に取るようにわかるでしょただ、ね、いろんなパターンがございます。これはだから、何年っていう時にはこれでよかった。何年っていう時はね。じゃあ次にね、何日っていうのを言ってみようか。じゃあね、例えばこういうのがあるんですよ。ねいろんなパターンを教えるからね。 えー、もう早速、もうね、もう便利試験の勉強始まってるようなもんだ、今日の授業ね。はい、じゃあいいですか、あの皆さんね、例えば発明というのはね、新しくなければ意味がないっていう話は知ってると思うんですよね、でも例えば大学教授がね、まあ、大学教授はこういう蛍光ペンを発明するとは思わないんですが、まあ、仮に大学、どっかの大学教授がこの蛍光ペンを開発したと、そしてですね、学会で発表したんです、ね、これが最新鋭の蛍光ペンですと。 そしたら、ね、もうそれで Z エンドになっちゃうわけですよ。ねはい。じゃあいいですか、えー、今日の日付入れますからね2015年7月28日に、えー、っと高チにしてしまったとね。高チというのは公に知られると書きます、ね、でこれはねある制度がありますってあの仮にこういうふうに高知にしてしまってもね救済する手段があるんです。 はい。内閣総理大臣。どういう救済措置がありますか新規制を失っても。はい。どうぞ。新規制を失ったりから。はい。6年以内に。<laughs> 6年でしたっけ、ね、?6 年。6年もほったらかしていていいですか、ね、ええ。6っていう数字は。<の>あ !6 ヶ月ね。ああ、びっくりしました。6ヶ月以内に出願すればいいと。ね。その通り。じゃあ、後ろの方 6か月後ゃいつになりますかね、はい、ちょっと数えてもいいですよ、年うんうん、はい、2016年の、はい、およく分かりましたね、1月28日、はい、この日までに出願をすると、出願期限ですね。 えー、これ過ぎたらもうね、えー、あ、出願期間じゃなくて、出願期限にしておきます。ね、これが最終期限ですよ。どうですか、皆さん。ね、これもまだ序の口かな。ね、六を足せばいいのね、八九十十一十二一。ほら。ね、えー、こういうの、なんていうか知ってます、こちらの方。は、まあ、なんか昔やったということですから、こういうの、なんていうんでしたっけ。 こういういその6ヶ月以内に出願すれば救済されるよっていう覚えてますもう10年ぐらい経ちます<あ>え忘れたあの見出しレベルでこういうお,お、覚えてるやないですかねかすかな記憶を頼りにこれはもう始めるしかないですよ、ね、新規性喪失の例外という、ね、制度があるんですよ。ね これね、あのー、結構、他の国にもあるんですこういう制度英語で言うとねグレースピリオドって言うんだけどねアメリカにもあるんですただ、アメリカはね1年です、ね、国によってね6ヶ月だったり3ヶ月だったり1年だったりねまちまちでも我々が勉強するのは日本の法律だから、あのー、アメリカのは知らなくていいよただ、いずれはね弁理士になってからは知っておいた方がいいよ、はい、じゃあねよし、大体領か上がった。 よし、じゃあね、皆さんね、私の授業はね、応用力もつけていくんですよ。じゃあ、応用力はつくような事案にしたるわ。なこれはちょっと難しいぞ。2015年。ねじゃあね、8月30日に高知にしましたと。これはちょっと難しいですよ。ね理由はわかると思うけど。はい。で、同じように、6ヶ月と。ねどう思いますこれ。 なんで難しいか分かるでしょ <laughs> ね真ん中の人、どうですかこれ ?8 月30日にコーチにした6ヶ月ぎりぎりで出願したいさあ、いつまでだったらいいかいいよ、間違ってもいいんだよなだって皆さんこれから勉強するんだからね推測力も重要なねあの力です未知の問題が出たときに推測力を働かせてねこうじゃねえか、ああじゃねえかとこれ、どうよおっ うんうん。2016年か。2016年の2月。2、二月30日。<laughs> ね引っかかってくれましたね。2月は30ってないんだよね。どうでしょう。内閣総理大臣 2>, !2 月28日二月十八日普通だったらね。おそうです。来年はね、ウルー年ですよ。 4の倍数ですもんね。オリンピックと一緒です。皆さん来年はね、リオデジャネイロオリンピックです。で、その4年後が皆さん待ちに待った東京オリンピック。東京オリンピックが先か皆さんが受かるのが先か。で、当然皆さんが受かる方が先じゃないとまずい。で、まあ、受かってから東京オリンピック迎えたいじゃないですか。ね、リオデジャネイロオリンピックには間に合いません。 <laughs> これはもう、ね、来年受かるとしても、あの、秋ぐらいだからね、もう間に合わないです。はい。でね、これのメカニズムを教えましょうか。メカニズムね。というか、これはもう条文に公開たるんですよ。ちょっとね、あのー、私がね、なんでね、その、右脳と左脳両方使いながら勉強しろるよっていうのはこういうことなんですよ。私が今皆さんに説明してるのってね、これは右脳的な発想なんです。 字面でガチガチに理解しようとすることがサ脳的学習はいじゃあちょっとねサ脳的な学習いきますよ特許の3条にはねこう書いてるんですよ、ね、まず、えー、3条1項の2号というのにこう書いてます <noise> 期間を定めるのに月または年をもってした時は暦に従う 月または年の初めから、えー、期間を記算しないときはその期間は最後の月または年においてその記算日に応答する日の前日に満了する。ただし、これです。最後の月に応答する日がないときはその月の末日に満了する。この正し書きです。もう一度言いましょうか。ただし最後の月に応答する日がないときは その月の末日に満了する。だから、2月30がないから、仕方なく、2月の末日である29日に満了すると。こういうことですわ。どうよねこういうね、ちょっと応用が効いたのが出るんですよ。少し分かっていしたこれが出願期限ね。どうですじゃあ皆さん、これで何年っていうのもね、マスターしたし、何ヶ月っていうのもやったよ。じゃあ、最後に。 何日というのもやりましょうかねどうですかこうやってやると分かりやすいでしょねそうなんですよ字面で独学でやろうと思ったらねこれはもう至難の業ですよ具体例とか分かんないんだから皆さんねよしじゃあちょうどねこれまた今日の日付でいこうね2015年のあそうやなえー、っとじゃあ7月28日にですね何が来たか今日ねめでたく特許査定が来たとしましょう ね、いや、嬉しいね、特許査定というのは特許にしてもいいですよというね、特許庁からのお墨付きがね、来たと、えー、特許査定、当本が、ああ送達されてきたと、ね、はい、特許査定、当本送達日です、今日は、ね、さあ、これあの、これ知らんとだめだけどねあの、特許にしてあげますよというのが来たんですよ、特許庁から。 でもそれで万歳じゃないよね。金払わないかんですね。さあ、いつまでに金払うあの、何日とか、なんか断片的に知識知ってますかうん。何日以内に金払うとか。あ、いいです。おすごいですね。当てずっぽで答えて当たるとは、それね、大事な実力ですよ。あのね、 まあ、小試験もそうかもしれんけどね、あの便利試験ってやっぱりこう、そうは問屋が下ろさない試験だから、あの結構、我々プロでもね、わからん問題出るんですよ、でもそこへんをこの推測力を働かしてね、まあ、私はそれを現場思考力って言ってるんだけど、それでやっぱり当たる力、これ養ってほしいのよ、それ必ずね、培われますから、ね、知識の集積によって。 さあじゃあ30日いうことでね30日以内に特許料を納付しないと特許にならないじゃあ最終期限いつでしょうこちらの方これちょっと難しいかもしれないねもちろんね地道に数えたら分かるかもしれないよ1 2 3, 5, 4, 3 4, 4 5 6七八九十9 9 9 9 <laughs> これそんなねそんなことやってたらあの試験内に終わらんからねもうパッとこれは答えないからですどうでしょう外れてもいいですはい 8月28という意見が出ましたね真ん中の人、どうでしょう27お、意見が割れております内閣総理大臣。 28, 28という意見が多いですね、こっちらの方、27、おお、これはなんかどっこいどっこいですよね、答えいます、これです、27です、ねえー、これが何かというと、特許料納付期限ですね。 それはね、もう分かった、分かってる人は分かってるよね。あの、要するに、30まである月と、31日まである月があります。7月は31日まであるから、翌月の1個減るんですよ。ね。この感覚養ってください。例えば8月もそうです。31日まであるね。そしたら、あのー、現在の月で1日稼いでしまうんですよ。だから翌月は1個減る。そんな感じ。うん だから逆に2月は大体売る年を除いて2日足りないんだから逆に2を足すんですよ。わかっただからね8月28って答え足してもセンスとしてはいいんだよそれででもここでちょっとね一歩間を置いてねあそういえば7月は31日まであったなあじゃあ1個前に戻るわとねこれがもし2月やったらね28日までしかないから2後まで行くなとこういう感覚はっすよどうよ ねえ。わかったよーし。じゃあ今度はね、もう一つ応用力ね。いいかはい。ほら、こういうふうにね、いろんなケーススタディを繰り返すことによって、もう隙間なく皆さん学んで実力もつくと。ねいいですかじゃあこれいこう。2016年、来年ウルードシアから、2月29日に、はい。 えー、特許、ちょっと面倒くさいから特査投本って書くね特許査定の投本、ね。総立備、ね、いいか、はい、えー、であの知識はもうね、今言った通り三十日ま以内に払うわけですよ、さあ、最終期限はいつでしょう、またトップバッターの二千十六年。はい。うん。 うん、3月 30, 3月30。はい。真ん中の人、どうでしょう月はい。内閣総理大臣。3月29日。月29日。はい。29って意見も出た。はい。3月 30, 3月30。はい。これはですね、3月30ですよ。ね。これは基本に立ち返りましょう。翌日、記算主義ですから、あの、これの次はね、3月1日ですよね。 そしたらほら、もう自然に、1234567890、1122、131415、16 17,、17819、20、2122、2324、25、26、27、28、29、30と、普通に数えれば、暦と一致します。ということで、これが特許料の不機嫌なんですよ。どうですかこうやってやっていくとね、わかりやすいでしょほら、字面でね、条文だけ読んでもね、身につきませんよ、これ。 初日は不参入で、ですね、はい、最後の日は一日前に戻るというふうな,はない、はい、はい、初日不参入最後の日は1日は前に戻るなるほど、ううえ,あええあの、初日は参入で、えー、前日までと<え>、うん、それはね、多分ね、ちょっと条文にこう書いてあるんですよね、ほら、えー、と今ね、ご意見が出ましたけれども、内閣総理大臣のほからね。 激務、えー、の中、ありがとうございます、まずはね。で、3条2号に、えー、ちょっと待って、これじゃねえの、ほら、月または年の初めから、期間を起算しないときは、その期間は最後の月または年において、その起算日に応答する日の前日に満了する、<え>あこれをあれしたわけですね、考慮して、ここにほら、書いてる、前日に満了する、だから、29日じゃないかと言ったわけね。はい、なるほど、しかしですね、ここを見落としちゃってるんですよ。 いいですかはい。もう一回条文よーく見てください。私が指で指しますから。月または、年の初めから期間を起算しないときはってなってます、条文。分かったでしょこれで。今回は、ね、月の初めから期間を起算するので、前日はなくてストレートに30度はる。どうよ。これで終わったでしょはい。 おそらくもう二度とと間違いないと思いな思ます、ね、いや逆にね間違ってくれたおかげでねこれ私が答えたそうすると周りのみんなもねより理解が深まったということになるわけですどうですかねはいあとねじゃあ最後にこういうのも教えておきましょう今私がここでやったのは何か特許庁に対して手続きをする機関でしたしかしですね あの、例えばね、まあ、今の、最後にやったこれでいいわ。3月30日が、あの、日曜日だったらどうなんやっていう話がありますよね。ね。ちょっと来年3月30日が何曜日か知りませんけど、仮に、日曜日だったら特許庁やってませんよね。はい。ということで、えー、その期間の計算のルール、第2弾っていうか第3弾なのか、ね。こういうルールがあるんですね。 えっとちょっと条文読みますよ、はいえー、特許素が請求、その他特許に関する手続きについての期間の末日が行政期間の休日に関する法律、第1条、第1項、工に掲げる日に当たるときはつまり土日、祝日に当たるときはその日の翌日をもってその期間の末日とする、つまり月曜日ですねどうですか、ね、手続き期間の末日が あ土日祝日の場合は月曜まで伸びると。もちろん月曜が祝日だったら火曜まで伸び,伸びるよと。どうですか皆さん。手続き期間がですよ。じゃあ、はい。特許権の存続期間。どれかやりましたね。特許権の存続期間ほら、これ、20年。ねほら、2015年四月28日から20年後は、2035年7月28日です。 この日がもし日曜日だったらどうでしょうか月曜日まで伸びますかそう、伸びないんだよ。存続期間というのは何かやる期間じゃないからね。だからその場合には残念ながら日曜日に終わっちゃう。ね何もしないから。ほら、こういう知識もね、皆さん字面だけではなかなかわかりにくいよ。現実に、あの、足を運んで攻撃に出ることでね。わかる。 どうですか俺。それで私ね、あの、あれやろただ講義やってる場合じゃないよね。あの、皆さん当ててるよね。これがいいんですよ。ねもちろん今ね、ネット社会だからね、家でも聞けますよ、そりゃ。ねで、えーあの、聞いて理解もできるでしょう。しかしね、便利試験は口述試験があるぞということを忘れてはいけません。ねマークシート。これあの、1次試験です。で、2次試験、論文。 ね。論文もアナログだ。担当試験デジタルだけどね。で、究極のアナログは3次試験。これは、人間対人間なんだよ。ね。人対人とのぶつかり合いなんだ。だからこれやっぱりね、現場に出てきて、私がこうやって当てて、皆さんがこう当たっても外れてもいいから答える。この繰り返しをね、ええ、ずっと続けることで、うん、免疫ができて、 そしてね、答えられる質問に答えられるようになると。答えられない質問は誰だってわかんないです。一番怖いのは、普段だったら答えられるのに、答えられないという状況が怖いんだよ。これ皆さんね、本当にあの、落ちた人言いますよ。なんで俺あんな簡単な質問が答えられなかったんだろう。これが口述試験のね、怖さなんです。これはネット社会家でね、いくらウェブ聞いててもね、その口述試験独特の あのよくね、雰囲気に飲まれるっていうけどね、これやっぱり現場に出てきてなんぼですよ。ね、はいということでね、出てきてほしいなというのがございます。だ、ね、い丈夫だったほら、だから一つの三条という条文とってもね、ただ棒読みやって終わりじゃねえんだよ、俺の講義はね。どうですか、皆さん。ね、はいで今のね、まとめもちゃんとあるんだよ、口で説明して終わりじゃないんだよ、ほらね。はい 行政期間の休日はね、土日祝休日って言うけど、実は、こういうね、ハイレベルな知識もあるんだから、ね。年末年始、12月29日から1月3日、ね。これちょっと知らない人多いよ。ねということなんだよ。ねで、あとね、こういう知識も教えとこう。実はね、あの、今みたいに、期間があるわけです、手続きにはね。 うん、例えば新,総新規清掃その例が6か月とかね、出願審査請求は3年とかね、あるわけですよ。しかし、特許4条、ね、なんと、法定期間の延長というのがあってですね、延長が認められてるんですよ。はい。でいいですか、はい、私がちょっと蛍光ペンで塗りますからね、はい、最新の際、特許料の量、46の2の46の2。 えー、それから、不服不服というのは拒絶査定不服審判だよねこれちょっと続けて読むとね裁量事務に不服ほら覚えやすいでしょ裁量事務に不服の園長さんね延園長さんというとなんか幼稚園の園長みたいなイメージですね動物園の園長さんでもいいですよだから裁量事務なんかいい加減な事務に不服の園長さんみたいなね裁量事務に不服の園長さんこういうふうに覚えるんですよ どうですか ?4 つの知識があっという間に覚えられるでしょう。ねはい。そんな感じなんですよ、ね。そうするとね、ちょっと私がね、一番下に、えー、あ延長期間ね、どのくらいかというと、原則15日間って書いてるけど、これはね、試験に出ません。え、大丈夫です。ね、どのくらい延長されるんですか、原則15日ですっていう、こういう知識はね、あまり聞かれません。在外者って、ね、日本に住んでない人ね、 これ60日。ただこの辺はね、結構あの、アナログチックにね、えー、まあ、変わることもあるんでね。まあ、法律よりも、その、特許庁の内部のルールで、ちょこまか変わるんですよ。ね。だから、あの、この辺は覚えなくてもいいです。ただ、この裁量事務に不服の園長さん。これは覚えてよ。ね。はい。それでね、次に、えー、っと、ほら、ちょっとこれわからいよな,な。何言ってるかね。 審査便乱041に先生、あの法律だけ勉強すればいいんじゃないですか、ね、そうなんですこの審査便乱という、ね、いわゆるさっき私が言いました特許庁内部のルールがあるんですよ、ねえー、そんなのも勉強しないといけないんですかもっと言ったろうか施工規則施工令、ねえー、いろんな法律を学ばないといけないです。 だから便、ね、利試験というのは、ね、特許法、実用新案法、意証法、商標法条約著作憲法、不正競争防止法だけ勉強すればいいんじゃないんですよ審査便乱、審査基準審判便乱、ねえー、運用基準施行令、施行規則登録令もうきりがないですよでも皆さんね大丈夫ですそのために予備校を通うんじゃないですかね 皆さんのために、というか皆さんに売って代わって、私が苦労するわけです。<laughs> 皆さんはあの予備校に通うお金を払って、その代わりと言っちゃなんですが、俺が苦労する、ね。俺が苦労して何をするか。だからそういう成功例とかこういうマニアックな審査便乱とか審判便乱を、俺が勉強して、これが出るぞ、あれが出るぞという。これですよ、皆さん。 皆さんが全部やれて、あの、言うの簡単ですよ。はい、全部やってください。しゃあ受かるから。ね。全部頭に入れて暗記すればね、受かるよ。<laughs> 一番楽な教え方で、ね。これはもう教えるうちには入らないね。そうでしょ。我々プロが、ね。その、その中で何が出るんだと。これを示すのがやっぱりね、予備校じゃないですか。そうでしょ。そのために来るわけでしょ。で、私ね、今年の担当試験でね、 平成27年度第50問に何法が出たかというと、超マニアックな国際出願法が出たんですよ。国際出願法。皆さん、特許法でもない、実用新案法でもない、衣装法でもない、商標法でもない、著作権法でもない、不正競争防止法でもない、パリ条約でもない、PCT でもない、マドリッド協定議定書でもない、トリップス協定でもない。国際出願法ですよ。まずその国際出願法から出るぞっていうこと自体がすごいですよね。 今年は国岸法から出るぞと。まず出ました。でもそのぐらいはね、あんまり対処とないんだよ。ね。何法から出るぞっていうぐらいのね。しかし私ね、その国岸法の中の12条三項が出るぞって言ったんです。今で出た試しのない。国際出願法、12条三項出るからね、皆さん覚えとけよと。そしたらなんと、平成27年50番の5番で出ました。しかも決めだで。 ええ、私がもう出るぞって言ったやつが、決めたですよ。決めたっていうのはその5つある中のズバリックそれが答えだってやつです。これ当てましたよね。これはもうね、悪いけど自慢させてください。ここまで当てた人はいないと思います。ええ、あの、正答率も22%。ね。あの22、22%セントしたらもう60問中も下から数えて、もう1位か2位ぐらいでしょ。うんうん。 ね、だって大抵の問題は正答率70%とか80%なんだからそれを当てるっていうのはねやっぱりあの我々の腕の見せ所なんですよ皆さんとてもじゃないけどそんなの予想でいないでしょこれがやっぱりね日頃からその研究してる成果ですよええでさすがに担当はね、あのー、ほら毎年60問で枝の数言うと1問につき五十だからあ五 5, 5だからね えー、60×5 でざっと300だからさすがにね、まあ、私もあの過去10年分全部暗記してるわけじゃないけどねあのまあ大体半分ぐらいは暗記しますよ何年の何番はどういう問題だとだから皆さんが質問し来た時にねあのもうパッと答えられるわけよこれがやっぱあのまあなんていうか、えー、プロっていうかね,ねで特に論文なんか過去16年分ぐらい全部暗記してますから。 ね、例えば平成13年の、えー、特実の1の,、えー、あの問題1ね問題1と2があってで問題1はどんな問題ですかともう鮮明に覚えてます、えー、だから皆さんがねいちいち資料持ってこなくても即答できますよ、えー、そうするとやっぱり質問に対する回答も早いわねそうでしょだからね現場に来てほしいのよ まあそれだけもうあの、歩く囲むんじゃないけどね、<laughs> そんな感じやから、ね、はい。えそれでね、私ね、何を説明しようかと思ったかというと、ちょっとね、まずあの横軸で、黒の横軸を引きます。うん、これが本来の期間ね、はい。そして、これが延長期間、ほら、ね、ちょっと書いておこうか、ね。 この黒が本来の期間、まあ、6か月でもいいし3年もいい、本来の期間ね、はい。で、この赤が延長期間です。で、ここに書いてること、皆さん自然に分かるかね、まあ、4条、まあ、5条、5条もそうなんですけどね、延長期間は、はい。 延長期間は赤のアンダーラインで引きます。はい。元の期間と一体をなし。元の期間と黒のアンダーライン。一体をなし。また赤に戻します。ね。で、合計された一つの期間として手続期間が定まるものであり、三条二項の期間の休日とは、元の期間の起算日から計算して合算された一つの期間の末日を使用するものである。 よって元の期間の末日は日曜、土曜、国民の祝日に当たっても、そこに三条二項の適用はない。言ってること分かりますどうよ。分かればいいよ。分かれば天才というか、まあ普通に、ああ、すごいねと褒めてあげます。しかし、大抵の人は多分字面見ても分からないと思います。 これはね、こういうことなんですよ。はい。今私があの黒と赤で書,あの書いたこのね、本来の期間と延長期間だけど、本来の期間の末日が休日あってもそれは関係ないよということです。本来の期間と延長期間が合体したその最後の日、ここが休日だったら月曜まで伸びますよと。ここは関係ないですよ。ね。はい。 ここが休日だったら、ね、えー、あのー、なんていうか、月曜までの、まあ月曜じゃないかもしれないけどね、月曜まで伸びると。そういうことなんですよ、こっちじゃないからね。わかったあくまでも合体された期間の末日が、 土日、祝日の場合にその月曜日まで伸びると月曜が祝日だったら火曜日まで伸びると分かった、これがまあ私がこの皆さんに言いたいところはね字面だけ読んでも分かんないですよ初心者の人はそれをビジュアル的にこのやっていくとねこういう蛍光ペンとかもね変わった蛍光ペンも使いながらねどうですか変わった蛍光ペンいっぱいありますよほらこれも面白いでしょ。 ねあのー、肉球みたいな感じだね、これすごいんですよこれ、こっちの方がペンなんですよ、ほら、<laughs> でほら使いづらいですよ、これ、この、ね、使いづらさがね、またね、いいんだわ、ねもうく、もうね、なんていうか、素人は使いづらいですよ、これ、本当に、でもそれがまたいいんだね、はい、どうよ、皆さん、こうやってね、勉強中もらら楽しくやっていかんと。 ねえ楽しいよ、はいどうですかちょっと時間がねあの結構あ、まだ大丈夫やね、そうで、えー、皆さんね、えー、とあと私がね何が言いたいかというとこの辺はね話も多分む難しいからもやめとくね <laughs> それで、えー、便利試験今あの、もう本当に、ね、難関資格の一つですもう皆さん、私がそれを言わなくても大丈夫なようにね。 特にあの韓国ではもう一番難しい資格になっちゃってます、ね、聞いたことあるかもしれないけど弁護士よりも上という説がありますもう韓国では、ね、であのそのぐらいのまあ資格なわけですよ、ね、で特にあの今、知的財産の重要性が叫ばれて長,くな長いわけですが TPP の中の,ね項目の重要項目の1つにもやはり知的財産が上がっててね TPP に加入した国の中で、まあ、一律に扱う的なねまた枠組みができればですねなおさらこの弁理士の担う役割というのはこれまで以上に大きいものとなるでしょう、ね、ただでさえね知財の専門家なわけですからはいそしてあとそうですねあ,のある意味ですね便利士というのはね あの、皆さん、どうやって知ったのか分かりませんが、まあ、子供の頃に、あの、なりたい職業の、ランキングっていうのがあるでしょう。その中に絶対入りませんよ、便利士。<laughs> だって知らないもんで、ね。大 <laughs> 体たいや野球選手か、サッカー選手か、あ医者か、弁護士か、ね、えー。そんな感じじゃないですか、皆さん。ね。えー、鉄道の運転手とかね。絶対便利士きませんよ。 で私も大学卒業して会社に入社して、それでようやく知りましたからね。ええ。私はどうやって知ったかというとね、あの、なんかあの、ほら、企業に入るとね、メーカーでしたけど、私、あの、理系出身だからね、なんか上司に渡されたんですよ、なんか資料をね。で、これを元になんか研究をあの積み重ねてくれと。で、それを言われて、なんだそれはと思って見たらね、まあ、特許工報だったんですよ。 ね、その時は特許広報っていうのも知らずに見てたんですがそこに、まあ、出願人だとか特許権者だとか会社名とかね、えー、いつ出願されていつ特許になったかが書かれてて「あの弁理士誰それ」って書いてるわけですよ「えなんだこれ」みたいな「弁護士ではないな」と「弁理士そこで俺は早速本屋に行ってね、まあ、今みたいにあのインターネットがないからね本屋に行ってあの調べたわけですよそしたらですね何て書いてあったかというと なんか3番目ぐらいに書いてあったんですよ、あのまあ、弁護士ですね、そして公認会計士で、3番目ぐらいに書いてあったんですよ、もうなんかその序列からしても、おお3番目ぐらいにすごいんかと思ってね、でしかもあの、なんかほら、えー、いわば特許の世界の弁護士のおし弁と士ってもいい資格であると、特許の分野における弁護士と言ってもいい資格、なんかそんなキャッチフレーズだったんです、で私、直感的にこれだなと思ったんですよ。で でもちろん今ねあの理系の人でも法科大学院とか行ってね弁護士目指してもいるけどそれはねあのちょっと上かなと思いましてもう便利していいじゃねえかということで、えー、それがきっかけでしたね、えー、ただね皆さん私がその目指したその時っていうのがね三重県の三重県の伊勢の方だったんですよ。ね、でそ あ、あそこにね、予備校なんかないんですよ。<laughs> それで、ね、まあ、独学でやるわけです。はい。これがもうね、まあ、失敗のもとというか <laughs>、今振り返ればですよ。まあ、しょうがないわね、近くに予備校がないんだから。ええ、だからね、もう、5、6年かかっちゃいましたよ。ね。で、私、あの、当然ね、その、三重県にいたわけですけど、三重県に知財部とかないですよ、そりゃ。で、えー、どうしもあの、知財部に、えー、移りたいんだって言ってね、 あの人事異動の規模を出しましたけどなかなか規模が通らないですよね皆さんそれはもう会社勤めの人ならあーもう100も承知だと思いますけどね、まあ、すぐ叶う時もあるけど叶わない時の方が多いでようやく、ね、4年目にして叶ったんですよで東京本社に、ね、転勤になってそしてようやくレックの門叩いたんですよねあレックという予備校があるんだっつってね でその時初めて通ったんですそしたら1年で受かりましたでやっぱり予備校の力す,すごいなとまざまざとねもう思い知らされたって感じですかだから私はもう通いなさいって言うわけよ独学でやったら56年なんてねあっという間ですよ、ね、しかもなんか下手をすると間違った方向に向かって勉強してる、えー、時があったからね <laughs>、えー、軌道修正してくれる人いないから うんうん、だからそういった意味では皆さんね、あのー、このね予備校のある環境、まあ、通える環境にあるならばねこれはもう絶対通った方がいいに決まってますねはい、まあ、そんなところですよ、ね、で私はねどうやってまあ教えてるかというとね、あのー、もうお世辞にもね最近の合格者じゃないですよだって平成 11年に受かったんやからねで平成11年の頃の試験制度と今の試験制度って全然違いますよまず質的にも量的にもねただねなんで務まってるかというと私はねこうやってあの皆さんを前にして教えてるわけですで私が教えてそれでもってその教わった受験生が受かっていくわけですよでもちろんねあのなかなか受からない人もいますよでも、えー、1回で受かる人もいるわけ でその1回で受かった人たちがどうやってたかを当然思い出せるわけですよ。ね、例えば「ああ,あいつはこの辺に座っとったな」とかね「えー、ななんかいつも後ろにいたけどよく質問には来てたな」とかね、うん、であの時々ノートを見せてもらってどんな感じでノートを作ってたかとかね、えー、そういうのもう鮮明に私も覚えてるわけですよだからねそこから逆算して逆に教えてるんですわかりますか 彼らがどういう思考回路でまたどういうノートを取りながらどういう答案を書きつつどういう質問をしてきたかね逆にまああのダメな人はどういう感じだったかっていうのがあるわけですよ。でそこで線引きを引くわけです。受かる人と受からない人の線引きを。で、当然私は皆さんに受かってほしいからあの1回で受かった人たち2回で受かった人たちがどうやってたかっていうところをフィードバックしながら教えてる。 だから年によって教え方違います。ええ。なぜかというと、受かる学生、受かる、まあ学生というか、受かる生徒さんの、その、あの、性質も違うんですよ。例えば、ショートで言うとね、あの、私の頃っていうのはどういうタイプがね、あの、受かってたかというとね、なんかパワーのある人、その、容量がいいということじゃないんですよ。なんかパワーを感じる人が受かってたの、とにかくね。 まあまあ俺見てどうかっていうところもあるんだけどね。な、なんか俺のようなタイプの人が受かってたんですよ、昔は。<laughs> で、みんなそんな感じですよ。とにかくパワーあると。要領がいいか悪いかは別にして。しかしですね、パワーがあるっていうのはどういうことかというと、とは、なんか問題が出たっていうのはグワーってもう書くと。もうパワーに任せてグワーってもうたくさん書くような。そんな人がなんか受かってたんですよ。あ担当の問題を特にしてもグワーってもうスピードがすごいとかね。ええ。しかしね、 今はねなんかスマートに勉強してる人が受かるねパワーのある人はちょっと受かりにくいね <laughs> 要するにね例えば論文とか書かせると如実に出るんですよ多くを語る人は受かりにくいです今ええ、ね、あのほらこういう格言ないか沈黙は金雄弁は銀みたいな なんかね、そういう感じですか。も、もちろん沈黙は金というか、何も書かないと受かりませんけどね。<laughs> しかし、要するに、多くを語らずして、ね、あの、必要最低限を語れる能力のある人。そういう人たちが受かってるような気がします。多くを語らずしても、なんか、あメッセージを相手に伝えることのできる人。で、担当にしてもね、そのがむしゃらに、 もうなんかパーフェクトに勉強してねあの例えばほらパーフェクトな状態を100としますよしたら100の域に達するまで勉強するんじゃないですよまあ極端な話70%ぐらいのあの完成度で臨むんですねしかしその70%の完成度の中で臨んでもミスをしないからまあ合格点に達するそういうイメージわかります例えば 100の完璧な状態を目指して100の領域まで達したけど、本試験で、あの、なんか不注意とか注意力のなさ、ケアレスミスによって、いっぱい間違えてね、そして合格点を下回るような人は受からないんですよ。ね勉強はもう、あの、仕事をやってて忙しくて、7割程度の完成度だけど、その、注意力とか集中力あるもんだから、ミスをしない。つまりケアレスミスがない。結果として、 合格ラインを上回って合格そんな人を受かってるわかるうんあのちょっと例えて言うとどんな感じかな例えばねあのまあ私車が好きですけどあのね、えー、フェラーリのテスタロッサみたいな車をですね日本の道路事情で運転してもね 多分つまんないと思うんですよ。で、例えばあのドイツのアウトバーンとかね、そのなんかほらサーキット、速度無制限の、そういうところでああいう車を運転したらさぞ楽しいだろうね。つまり何が言いたいかというと、日本のこのね、道路市場を考えると、そこそこね、あの、まあ、150馬力ぐらいのね、普通の凡庸な車で十分なわけですよ。 ちょっと分かった。俺が言いたいこと。要するに、受かる、受かるためのスペックっていうのは、それほど高いものは要求されてません。ええ。しかし、その、えー、高いスペックは求められてないけども、そこの、そこそこのスペックを、その本試験会場で100%出し切れる人が受かると。そういう感じです。ね。で、私もそれを目指して皆さんを指導していきますので、ね。 とにかく集中力、注力。ね、えー。どうやったらそれを発揮できるのかね。それ、常日頃から私がこうやって当てることによって鍛えていきますから。ね。そんな感じです。はい。じゃあ皆さんね、えー、と8月23日からもう始まりますからね。えー、もう1ヶ月切りました。えー、あの今申し込むとですね、先取りをシュートができますから。ねそういうので1ヶ月くらいね。えー あのウェブか DVD で予習をしてそれで生講義8月23日から始まりますんでねえそれをまあ復習の場に当てればいいんじゃないでしょうかねはいじゃあ2016年合格を,を目指して頑張りましょうお、はい、どうもありがとうございました